12月7日、町金山町にある大阪大学豊中キャンパスで防災フェスタ豊中が開催されました。これは自助・共助の向上と地域防災活動の推進を目的に豊中市北消防署管内自主防災会が初めて実施したものです。第13中学校吹奏楽部によるパレードに続いて行われた開会式では、上野地域連絡会代表の中野光弘さんが防火防災に関して学び、地域の枠を超えた交流の場を楽しんでくださいと挨拶しました。このあと北消防署による救出救助訓練が行われました。訓練は地震により建物の6階に人が取り残されたという想定で行われ、消防隊員がはしご車を使って建物に侵入し救出、現場に到着したドクターヘリに搬送しました。また自主防災会による訓練では、水消火器を使った初期消火訓練や瓦礫に挟まれた人の救出訓練が行われ、参加者たちは真剣な表情で訓練に取り組んでいました。会場では豊中市消防音楽隊による演奏が披露されたほか、備蓄米を使ったカレーの炊き出しや地震体験などの防火防災体験コーナーが設けられ、来場者はいつ起こるかわからない災害に備えて防災の知識を学んでいました。いや、大変良かったですよ。普段はね、なかなかこういうことね、できませんからね、ちょっとでも身についたらと思いますわ。